はいどうも皆さんこんにちは、エルツです。ということで今回は進化のゲイボルゲ使っていきましょうということで、性能がですね、手駒が2枚ずつ呪い状態でアタック2倍と、でコブ効果ついてますね。でコンボスキルがアタック 1.8 倍の、20% 補色になっています。はい、でこれね使ってみた感じなんですけども、思ったより強かった予想以上だった。火力結構出るんですよね。まあ、というのも、火力ね、これ、リューフィリア超えてるらしいんですよね。はい。で、あと、ラニリーダーからのメイと同じ火力かな？アルイナルから出してるにも関わらず、ラニリーダーのメイと同じ火力っていうところなんですよね。で、アルイナルに関しては、そこからまあ、激輪だったり、団体だったりもあるんで、まあ、大体メイよりはね、上の火力出てるんじゃないかなということでやっていきましょう。はい、今回は特にデッキもね、紹介する部分とかないんですけど、まあ、普通のね、暗黒を使うだけなんで、まあ今回ね、アタック3枚積みにします。英語も合わせてね。まあゲイボルグ、シェンメイ積んで、で、ザファル。だから、シェンメイプラス、コブ貫通っていうことで全部対応してる暗黒竜っていう感じですね。はい、やっていきましょう。さあ、初戦は相手ディートリヒ転結ですね。本当にね、フェールノートが暴れてるね、ずっと。なんか、どのデッキに当たってもフェールノートが出てくるよね、ほんと。なんかここまでその超ゴマ一体が環境を席巻してるのはだいぶ久しぶりじゃないかな。まあヒプノスとかもまあそのぶりに入るっちゃ入るけど、異常なんだよね今回マジで。ほんとどれに当たっても出てくるから、なんかね、っていう感じなんですよね。これが果たしていつまで続くのかっていうところですけどね。あれなんですかね、もしそのまあおそらくですけど、紙デッキの勝率って多分結構上がってるじゃないですか。転結だってもともと53とかあったデッキではあるんで、でそこにプラスフェイルノートって考えると結構勝率えぐいことになってそうな感じするじゃないですか。そしたらどうなんですかね、まあ、シーズンの切り替わりじゃなくてもスキルバッジ入れたりするのかな。さすがに勝率がね暴れすぎると、まあ、今回は暗黒を使うだけであんまりそのゲイボルグを撃つ以外に何だろう、なんか見どころというかが特にないので、こういう雑談もね挟みながら今回はね行こうと思うんですけどちょっと僕もちょっとね雑談のネタを絞り出しながら話さないといけないっていうねところあるんですが、相手レベル行ってきた。これは角に行きますかね。ああ、もうそれはなおさら角だ。これカード置いてって感じですね。ゲイボルグもちょっとね僕東海一択かなと思ってたんですけど、進化結構強いんですよね本当に。本当にね、なんか語彙力なくて申し訳ないんだけど、思ったより火力出るんですよ本当に。使ってみると違う。お、金回ってきた。それは結構まあナイスタイミングですね。貫通持ってるんで、そのタイミングの金は問題ないかな。で、C1 で貫通しながら、まあ、トネルムとね、コンボ繋げつつでいきましょう。でさ、申し訳ないですけど、ゴールデンウィークの新着が出たじゃないですか。あれ、ちょっとね、まとめてなくて、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとね、新着を届ける系オセロニアンとして、ちょっと、まあ、待って、やばい。来た。まあ、その位置はいいか。返せるからね。そう、新着まとめ系オセロニアンとしてはちょっとまあね、あれなんですけど、今回は上がんないかもしれないです。まずはここでちょろっと話すか。あれ強そうだった。なんだっけ、アルト。アルト、温泉アルトね、あれ強そうだったね。2ターン全特殊でコンボスキルが500上昇の2000か。で、属性条件とかも特になかったかな、確か。盤面の駒の総数8枚以上か。だから3ターン目以降に使えるんだよね。お、引いた。撃とう。さあ、火力なんですけど、これ結構ね、出るんですよ。まあ、これはね、オーラ全部揃ってるっていうのもあるんですけど。この火力。コブついてこれは強いですね。さあ、続いて2戦目いきましょう。暗黒ミラーですね。はい。暗黒ミラーだったら、アタッカー2枚積んでるこっちの方が、まあ一応有利なのかな？一応ね。2体使って削り切れるんで。まあこれちょっとザファで切りますけど。そう、あれ強そうだったんだよ、ほんと、アルトが。カップ戦とかで強くなりそうかな。まあ8枚以上って条件があるから、あれだよね、メディティシアと同じ感じだよね。まあだからその、まあ一応強いっていう前提で今ね話してるんだけど、まあ人によっては入れないんじゃないかなとも思ったね。メルティシアその8枚条件で結構入れないっていう人も
いたからね、うん、8枚条件が気になるっていう人も結構いたから、まあ、それと同じ感じにはなると思うんですよね。うん、で8枚以上だったらバイスの方が強いしね、うん、まあそれはあれかもしれないけどね、一緒に入れるよって話かもしれないけど、うん、仕方ないね。お、ゲーボールに引いた。まあとりあえずこれはコーラン打っときますか。まあでもカップ戦では強そうだよな、アルト。あれはカップ戦だとほぼ必須レベルかな。同心の英語までしょ。同心ってね、ああいうなんか使い勝手のいい駒というか、まあ単純に火力の出せる駒というかね、あんまりいないと思うんですよね、多分僕の覚えだと。そんなにいなかったと思うんで、同心の英語まであれは結構貴重な感じするね。欲しいね、あれは。で、実は個人的にもう一個気になってる駒がいて、ミリアだっけな、あの2ターンのさ、四季折々いたじゃん。あれ欲しくて、なんか響きみたいな性能してるじゃん。で、響き持ってないよ、僕。で、多分響き持ってる人でも、ワンチャン入るぐらいの性能してるじゃないですか、あれ。だ、ちょっと欲しいなーと思ってね。そう、最近ちょっと僕、花鳥風月ね、最近作ったばっかりで、結構使ってて楽しいんですよね、花鳥風月。で、なんだったらこれ動画撮り終わったら、ゲームログ投下するんで、そう、欲しいんですよね。パーツとして。だから、そう、あれ欲しいなーっていう感じですね、あとは。で、そう、キンベルも持ってないから、ちょっと竜編引こうかなと思っててね、今回。竜編10連回して、ミリアと、ベルーが回収したいなーっていう感じなんだけどね。まあ、ベルーがちょっとそう簡単に回収できるかはわかんないけど、まあ、ミリアだけでも回収したいね、マジで。ミリアだけでも欲しい。てか、まあ、地味にエキゾナ撃たれてるんですけど、まあ、この状況だからこそ、この、あれだね。グングニールじゃねえや。ゲームボールがね、輝くんですよね。なんか僕ね、なんか、この、ゲームボルグをグングニルって言っちゃう癖がついてるんですよね。癖がっていうか、なんか、グングニル感すごいんよ、見た目の。なんか、これ見たらさ、もうグングニルっていう名前しか出てこなくて、最初に。あ、違う、ゲームボルグだってなるんですよね、いつも。なんだろうな、すごい、なんか、グングニルって名前の方が、なんかしっくりくるな。いやー、これどうする？撃っちゃうこれ。あー、撃っちゃう。ほんとあんまり良くないけど、一応動画的にね、撃ってみよう。デバフ効果停止して、この火力。こぶつきでこれは強いよな、2枚返しで。で、今、何もバフ置いてないからね、ランタイを引いてるけど。これで今2枚返し1枚いつんでしょ？うん、強いよ、これは。で、まあ、今日の場合は補正もあるんだけど、HP クソ高いんですよ、こいつ。うん。暗黒アタッカー、なんだよねって思うくらい HP 高いんですよね。そう、メイレンとかシェンメイに比較すると、そう、そこが圧倒的に違うんで、まあ、ただ火力はね、シェンメイレンの方が圧倒的に上っすね。やっぱなんか貫通よりはコブの方がね、火力はちょっと下になっちゃうんで、どうしても他のコマも全部そうですけど。さあ、ちょっとまずい状況になったぞ。さっき無理やりゲーボルグ打っちゃったからね。まあ、ちょっと下で捕食して粘れば、まあ、まだなんとかなるんじゃないかな。盤面もそこまで悪いわけではなさそう。わかんないけど。で、その、グングリルじゃねえや。ゲイボルグだ。このゲイボルグ、コンボスキル強いんですよね。だその、こんな感じでアタッカー2枚積み、S ワークアタッカー2枚積みとかにしてると、マイクスとかにゲイボルグ打っちゃって、無条件だから、そう、1.8 倍無条件はでかいんですよね。しかも捕食もまあちょびっとだけどしてくれるんで、そう、これね、コンボスキルも優秀でね、そう、HP60% 条件ついてるじゃないですか、鮮明って。無条件 1.8 は強いね。うん。だからコンボスキルも活かしやすいな、っていう感じです。なんで、個人的に全然選択肢ありですね、これ。暗黒。鮮明連にするか、鮮明ゲイボルグにするか。何回グングリルって言いかけるんだろうな、ほんと。もうさ、逆にさ、こいつのことをグングリルって呼ぼうよ。みんなで、一緒に。このエールスチャンネル見てる人みんなで一緒に、グングリルって呼び続ければ、ワンチャン名前変わる説。変えられてもどうするって話だけどね。さあ、今ちょっとこうやって喋りながら、トンネル部の鮮明で飛んでないかどうか、ちょっとヒヤヒヤしながら、見てたんですけども、アタッカー引いてなかったのかな？まあ、撃ちましょう。はい。これは飛ぶね。うん、アタッカー2枚積みいいな。ジリアンがね、使えなくなっちゃったから、まあ、クリスマスオーもいいけど、こういうアタッカー2枚積みもいいかもね。さあ、続いてマフェリアですね。これは、勝ちたい。これは勝ちたい。ハルマルがちょっと怖いけど。
マンドラとか入ってないかな。マンドラとか入ってたらね、最高の瞬間を見せられるんですけど。さあ、ちょっと他に雑談することあったかな。もうなくなってきちゃったな、雑談ネタが。これ暗黒ね、本当になんか、うん、特に、なんだろう、まあ盤面進行とか多少あるけど、ずっと捕食って最後にアタッカードーンするだけだから。特になんか喋ることがないんですよ。うん、本当になんか打つ駒がずっと一択というか。おお、引いた。さあ、これはまあとりあえずもうコーランですね。なんか、うん、あ、うん、本当になんかね、暗黒なんかそう、盤面進行のことで特になんか喋ることなくて、特にこういう対面だともう一方的にこっちがやるだけなんで、本当に。なんかね、暗黒、うん、困るね。なんか僕さ、あんまり暗黒の動画ってあんまり出してないと思うんですよ。うん、本当にほとんど出してないと思う、暗黒の動画。だからすごい困ってる今。あ、こういう感じになるんだなと思って、なんかすごい本当に喋ることがないなっていう。はい、じゃあなんか他のコマの話しますよ。ゲイボルクの動画で他のコマ話しますってどういう、まあ他のコマのこと喋ったけどね、ゴールデンウィークの新しいコマの話したけど。これザファル打っちゃうか、適当に切っといて、でちょっとそこやだな、その C5 に打たれるのちょっとやだなーって感じだけど。ちなみに皆さん、バーストバリアはどうですか。結構あの日にち経ったと思うんですけど、超ゴマ来てからバーストバリア強くない、結構。うん、そのゲイボルグとか見ててもそうだし、で村正は僕実際に使ったんですけど、村正も強かったし、バーストバリア結構出されたら嫌だよね、あれ。普通に強いと思うんだ、今回のバーストバリア新スキルね。うん、あ、ちなみにこれ今のはトネルムは取らせて、でミニアレで捕食しようって、そういうあれです。はい、バーストバリア結構ね強いと思うんだよな。なんか結構さ、微妙って言ってる人多いようなイメージがあるんですよ、バーストバリアって。まあ進化が目立ちすぎるっていうのはあるけどね。そう、普通に今回進化は全部強いからさ、進化が目立ちやすいっていうのはあるかもしれないけど、特にフェールノートとかフェールノートとかね、あのいるんですけど、普通にね投下も強いよ全部。うん、確かに僕もなんかそのリターンのさ剣があったから、今回も微妙なのかなと思ったんですよ、リターンみたいな感じで。全属性統一のスキルってなんかそこまで強くないだろうなっていうイメージがあってね。変身はまあ割かし強かったけど、まあちょっとケサレとかいうやつもいたんですけど、まあ割と強かったじゃないですか。ただリターンがね、あまりにもちょっと全部使われなかったなっていうので、まあオロチはちょっと使われたけど、あとレギアッタもまあ多少かなって感じだけど、強いではなかったじゃん。うん、消しようがないんだけど、環境に入ってくるレベルかって言われたらそうではなかったじゃないですか。今回の普通に入ってきそうだよね、環境。うん、入れそうな感じする、個人的には。釣られた、アタッカー打とうと思ったんだけどな、まあいいや。うん、マジで入れそうだよ全然。なんだったら今フェールノートが多いから、またに関してはね、村正入れて耐久力上げての方がなんかね強い気がする、むしろそっちの方が。さあ、これはまたしても2連ロック。これどうしようかな、角置いちゃうか。角置けばどっかしらコンボスケ繋がるかな。うん、繋がるね。で、そのカップ戦の動画も出さないといけないな。実は僕今回ね、結構身長ゴマの動画上げまくってると思うんですけど、僕普段で身長ゴマ当たっても1、2体ぐらいしか上げないっていうのが多くてね、すごく。あ、シェンベ引いちった。あ、シェンベ引いちったけど、まあ、これは、グングリルじゃねえや、もういいや。グングリルでいいよ、君は。はい、グングリル打って4枚返しして勝ちと。オッケー、火力出るね、強いね。さあ、あー来ましたね、転結。転結ほんと多くなりましたよね。まあ4月の時点でも結構多かったんだけど、フェイルノートが登場してより多くなった感じするね。うん、さあマジでさ、これ神デッキの勝率どうなってるんだろうね、フクノス。まあ特に転結だよね、
天気痛マジで勝率化けてそうだよな、フェイルノートを登場したから。どうなんですかね。まあ、ただ一個だけ言えることがあるとすると、フェイルノートって天気痛だけの強化ではないじゃないですか。神獣前だからヒプノスとかにも入るし、まあ神獣のアポロンとか組んでる人はワンチャンそこにも入る感じなんで、まあだからそう、ディートリヒ天気痛だけの強化じゃないってところがあるから、意外と勝率はそこまでぶっ壊れはしないかもしれないね。うん、って言いながら多分ぶっ壊れるんだろうなって思いながら今喋ってたんですけどきっと壊れるだろうなって思いながら喋ったんですけどね。うん、どこまで行くんだろう。55とか行くんかなね。でも55超え、まあでも55だったらあれか、前世紀の火炎ぐらいか。前世紀っていうかサードシーズン、ファーストシーズンのうちで勝率一番高かった時の竜胆火炎ぐらいか、55っていうと。うん、だからそれ以上いったらなんか対処されるのかな。だってフェイルノート今回緊急で修正したぐらいだから、うん、やばいんだろうね、よっぽど本当に改めてだけど、緊急メンテで修正ってオセロニアは多分なかったよね、こういうことね、今まで。だからすごいびっくりしたんだけど、そうだから今回の長時間メンテナンス、いろいろなんか予測されてたじゃないですか。まあ村正の不具合もそうだったし、だけどそれだけにしては長いなと思ってて、だからサーバーがどうかしたのかなと思ってね。そう、僕ちょっとね、修正は否定派だったんですよ。なんかその否定派っていうのは、修正することに対して否定してるんじゃなくて、いや修正はないでしょっていうそう感じだったんですよね。前例がないから来ないと思ってたんだけど、マジで来てびっくりした。うん、あでちなみになんですけど、ガチャロガは出してないと思うんだけど、帰ってきたかけらで一応引いたんですよ。それでフェイルノートと今回のグングリルじゃねえもうグングリルでいいやこいつ。グングリルとフェイルノート当てたんですよね。そうで、この2体も引いて、プラスコイン交換でデュポーンをついにゲットしたんです。実はそう、実は僕ねゲットしちゃったんですよ、デュポーン。2年越しあ、これどうしようかな。これ一気に回復しちゃおうか。こいつで一気に HP 巻き戻しといて、多分1万ぐらいいくでしょこれ。強すぎ強すぎるじゃんマジで。これほんとおかしいよ、このミネーラとかいうなんかバケモンみたいなクマ。そう、本当はなんかその480個かな、帰ってきたのかけら。多分そんぐらい帰ってきてて、本当は取っておきたかったんですよ、もうちょっと。もうちょっとっていうか全部使ったんだけどそうなんだけど、2周で撤退しようと思ったら、そう2周引いたんですよ。まず2周引いてここで撤退しようと思って、コイン効果のところ見たらティポーンが見えてきちゃったんですよね。もう引くしかないじゃんもうティポポが待ってたんですよそこで。だからもう引き切ってコインで交換しました。はい、なんでこのティポーン動画に関しても多分まあ近々上がるかな。うん、何で使おう、竜胆火炎で使おうかな、戦撃で使おうかな、それとも速攻竜がいいかな、いろいろあるけど、まあ、速攻竜はね、ティターニアで動画上げる予定なんで、ほんと信号も多いっすよね今のところ上げたいなと思ってるのが、まあ、今上げてるこの、まあ、グングリルさんですね。で、あと10日のグングリル、はい、ではもう一個がティターニア、まあ上げようかなと思ってる今のところ。そう、これをね上げきらないとゴールデンウィークのコマとか取り上げない。おお、来た、ナイスタイミング。さあこれ飛ばせるでしょ。アタック高いんですよねマジで。でこっから2倍でしょ、からの 1.7 倍、2枚返し1万4000、強いいやこれ強いね。投下しようか迷うなこれ。さあこれラストにしようか。いいね、最後にいい相手来たじゃん。まあこれ勝ったら最後なんですけどねこれ動画の裏側の話するんですけど、僕いつも最後の時最後って言うじゃん、これちょっと最後にしようかなって。負けたら最後じゃないですよねだからたまにね動画によっては最後って何回言ってか忘れてる時もあるんですよね。はい、まあまあそれは置いといて、まあ、とりあえずこれはムスタバから入りましてからのマギキリン張ってって感じか。これちょっと2体欲しいな、このコマ2体欲しくなるな。これね、正直さ、超ゴマパレード始まった時、こいつね、個人的によ、個人的に一番、
まあ、全部強い、全部強い前提の話ですけど、順番で並べたら優先度一番低いと思ったんですよ、このグンミリルっていうキャラクターなんだけど、これ2体欲しいわ。思ったよりね強いかも。うん、マジで使ってる感じも暗黒入れたいなって思える性能だし、で10日も見てる感じも花鳥風月必須になりそうな感じじゃないですか。お、引いた。そうだからちょっとねこれ2体欲しいね、このコマ。でもちょっとね個人的な話なんですけど、もうティポーも交換でもらったし、一応今回3体全部回収してるし、超ゴマね一旦お休みしたいなと思って引くの。僕ちょっとね毎月ねずっと引いてるんですよ超ゴマ。そうだからたまにはね一回超ゴマお休みするのもいいかなと思ってて、まあ動画的にはちょっとあれなんですけど、まあ自分が欲しいなって思える性能の時だけちょこっと引いて、それ以外はまあ基本的にスルーしようかな、セカンドシーズンに関しては一旦そういう風にやってみるのもありかなと思ってね。はい、まあ、ただね魅力的なキャラクター多いんすよね超ゴマって。ほんとだからほとんど欲しいってなっちゃうんだよね。わー来た、やばいかもそいつマジで強いんだよな、マジ強すぎるんだよそれ。どうしようかなこれ、ザファルつかトネルムつか、いやーザファルつか。で次グングリル打ってみるか一旦ね。これで 15% デバフを突破してダメージ与える。でザファルのコンボで、まあ、多少捕食もできるみたいな感じで、いや強いなぁ削りすぎマジで。いやこれで一旦行きましょう。はい、さあ放っていく。デバフ効果停止2倍からの 1.7 倍2枚返し、強いこれで1万1000は強いわ。でしかもデバフ効果停止ついてるからねこれ。強いわこれは。まあでも環境に左右はされそうだよね。だ今の環境とかだったらメイレンの方が良くねって思う人も中にはいると思うんだけど。あナイスタイミングランタイ、まあこれ捕食するしかないな。結構 HP がまずい、これで耐えます。てか今あれじゃない、あーでもそっか、なんでもないわ。さあどうだ。そうだからセカンドシーズンに関してはちょっと超ゴマねゆっくり引いていこうかな本当に。うん、ゆっくりゆっくり引いていこう超ゴマで。その僕毎月結構ね超ゴマに最低20連分を使ってたかけら、そのおかげもあってね、その他のガチャがおろそかになったんですよね。戦これも引けない、そう花鳥風月ハマってるのに、あの戦撃コレクションは引けなかったりとか。これ届く、1枚返し 4.5 倍か、1万3000ちょいか、いけるな。どう計算合ってる、よし完璧はい、というわけでゲイボルク今回使っていきましたということで、これ超強かったんでぜひね皆さんも使ってみてください。というわけでまた次回お会いしましょう。